Jetzt, jetzt. Na? Daijoubu, chekete masen desu. Aitsura iru na. Uwa, minna shinderu. Kubi tsuri.殺されるすべき者を制圧する。それで5人。ってことは、このままいったらバレちゃうし、よし、とりあえず一人あそこにいるんだ。ってことは、よし、後に続け。制圧。エリアはシェアしたんだけど、どこだ？あの上か。よし。いるかな。とりあえずこの上に登ろう。あ、なんでだよ。あっち行くんだな。あとは木から木へ移動した方が安全。あっちから来たんでしょ。お、まだいる。
まだいっぱいいる。あそこ置いとり。あそこ置いとり。よし。とりあえず。あれがあっち向いてるから。おお。よし。よし。とりあえず。あとどこだ。この辺はいない。あとこいつか。何？何年さ？よし、この辺はいない。ああ、離れすぎてはならないのか。あれ、俺見落としちゃった？あ、そっか。殺さずに行ったんだけど殺しちゃったじゃん。ああ、余計なことしちゃった。なんでナイフ持ってっちゃったんだろう。ああ、もったいないけどもいいや。めんどくせえ。しょうがない。ちょっと感じちゃった。
よし。まだ？まだいる？あとワニちゃん。はい。おお。ワニの皮。あと3、まだいるってことやな。さて。こっちじゃない。あ、こっち。宝箱がある。もっと上。あったあった。で、この付近にも一人二人いるんだろう。お、いたいた。あいつだな。あれだ。うん。はい。はい。わかりました。白い髪の毛見てくれるの？よし。お、痛い。痛いじゃないのか、この野郎、この野郎。行こう。よし。ん？これ可愛い。うん。ベイビーのベッドみたい。そう、バナナちゃんできたらね。下はベイビー。ああ。うん。突破するてか、その前にこれは部屋の中里賀さん、お、これ取っとこう。とりあえず上へ行って、あれ、登ってよ。よし、シンクロしていかないといけないんで、登ろうと思うんだけど、なかなか上がらない。よし、ふう、わし。はい、これシンクロ。
って言いなくてたよ。面白いね。よし、とりあえずはあれ取りたい。うん、取った取った、取れた取れた。どうこっち抜ければいいんだな。ブルーとピンク作るからいい。5人倒せなきゃいけないのか。よし、探してる。よし、あー、やばいやばいやばい。あら、うわー、やられた。うん、5人倒せってことか。よし、とりあえず見てないよな。あ、来てる来てる。あいつに見られちゃまずいから。邪魔だ邪魔だ、お前も邪魔。よし、とりあえず箱取っちゃえ。来い来い、こっちだよ。よし、あと3人。通れないじゃん。うん、オッケー。と残り
と待ってろ。あいつか。よし。うん、あそこいるのか。よし。とりあえずは。瓶があるこっち。お、こっちか。あ、どこだい。あれか。どこ、あれ、これか。お、ココナッツいる。ん？お、ココナッツ。ココナ？うん。ココナッツあるよ、いっぱい。どこ？あれの店だけど、ほら。あ。ほら、食べてよ、ココナッツ。シンバちゃん、お金いらないからあげる。あれか。おお。こい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 。よし。あと何いる？こっちか。おお。あと一人でサブ目標完了するけど。おお、危ねえ、見られたら。よし、これで5人とも殺した。とりあえず一つのサブ目標は達成できたわけ。よし、これ全員殺せないとダメなのか。なんじゃ。付近にいるもの全部倒さないとダメってことか。
よし、もう一人いる。もう一人いるのか。どこだ？この辺じゃない。はい？ないの？あれ？私持ってきた。忘れちゃった。うん、トントン。しばし、しばし。おじさんだから。あれ、どこだ？全部見たんだけど、もう一人いるってことになってるのね。形的には。ありがとう。ありがとう、言ってください。違うものをください。おし、これでここが制圧できたね。これでジャングルを抜けろ。音もできる。どこどっちだ。こっちが。よし、これでジャングルを。よし、もう一回。よし、お、また5人いるんだ。どこ、また5人ぐらいいるだろうな。どこにいるかだ。よし、二人。いけないな、あれか。そっか、この木に登っていくしかないのかな。あっちからか。あれ、
こっち、あれ道がないじゃん。こっちからか。一瞬迷っちゃって。か、この上からだ。まだいるでしょ。コネもいない。よし、あそこ一人二人、オッケー。よし、よし、あともう一人。どこだい？もう一人は？こんなか。その前にあれか、あれシンクロさせとかないと。もったいない。どこだ？おい、お前だったのか。さっきから俺をやってたのは。これが観測所。これが。OK。よし。これシンクロ。よし、シンクロ率2分の3分の2か。さて、これで抜けたんじゃない？もうあとこの中入るだけだ。小前席あったの、ちょっと待って。おい、ローバーズ、おかしくなったか。その逆だ、エドワード。この門の向こうにあるものを見たら、こいつはおかしくなった。だが、お前は他と比べてしっかりしてるようだ。では、その箱を持って、こっちに運んでくれ。うん、ちょっと待ってね。何これ。その前にこれやろう。後で来るのめんどくさいから。これこうじゃない？
はまった。オッケー。これだ。コレクションが一つ増えたぞ。よーし。何これを持ってってことか。ボロボロだな。まるで廃墟。私の記憶とは異なるが、何せ8万年以上前のこと。おいおい、そんなわけあるか。慎重に進め、船長。実のところ、この新しい職業がすっかり気に入ってしまって、笑われるかもしれないが、独自の行動規範も書き表した。お前の心情、平和を維持するためのな。例えば船内での賭け事は禁止している。連帯感よりも暴走を生むから。敵前逃亡もご法度だ。それと部下には武器や装具の備蓄を身につけ、いつでも戦えるよう体調管理を要求し。合理的だ。そして違反者は極刑に処する。すごいな。美しいだろう。ああ、まるでおとぎ話か。古代史の世界だ。かつてはこの地にまつわる逸話が数多く、話は噂へと変わり伝説となった。事実は忘れ去られる前に必ずこうした作り話へとすり替えられるもの。死の小瓶か。あ、知っちゃえ。ああ、知れないか。古代人の血が入った。かつて栄えた素晴らしき種族だ。聞けば聞くほどこんがらがるぜ。理解しろとは言って、ただこれは覚えておく。この小瓶の中の血にはもはや何の価値もない。将来的にはともかく、少なくとも今の時代には